始まりました水沢由美のキラキラだということで、この番組はですね、若い方から、年齢を問わずですね、今キラキラと輝いている人をご紹介するという番組でございます。さて今日はですね、そう、皆さんご存知だと思いますよ。スター誕生でデビューされましたこの方でございます。谷千恵子さん。こんにちは、谷千恵子です。おお、拍手が来ました。はい、ありがとうございます。と言いながら、私は千恵ちゃんのお家に伺っているということすみません、すみません。いえいえ、大歓迎でございます。嬉しいですね。千恵ちゃんとはもう、10年以上になりますよね。はい、赤塚誠さんのお芝居ね、の時にね、ご一緒したりとか、そうですね。ね、すれ違ったりとか、それから、お歌ね、すごいんですよ、この方、うまくて。ありがとうございます。皆さん、いくつがデビューだったの？そのスタタンの時は何だっけ？女高生、はい、17歳の時に、日本テレビのスター誕生という番組からデビューして、で、その時は、今若い方は、お母さんが見てたとか、もう自分で見てたっていう方はほとんどいないので、でも話は聞いてるっていう方が多いんですね。で、やっぱり毎週日曜日やってたんですけれど、で、それが最初7人ずつ出ていて、そのテレビですね。で、その、毎週7人なんですけど、それは予選に勝って7人に出られる、テレビに出られるんですよ。で、その予選っていうのがですね、もう何千人来てたかしらね。そんな当時数ですか。はい。そういえばね、私もね、東宝のね、映画に応募した時あったね。その時2000人の応募で、決まったんですよ、私は。すごい。それでどんな役なんだろう、ワクワク。地下鉄のところ上がってきて、好きな男の子と、会うみたいな。それだけだったんですけどね。それだけでも大変なことですよ。そうなんですよね。いや、でもそのね、スター誕生だと、それこそ、これからデビューしますよっていう、花のスター作りみたいなのするじゃないですか。その時どうだったんですか、まず、レコード会社に決まって、例えばどんなお洋服着たりとか、歌はどんな歌だとか、そうですね、どんな曲になるのかなと楽しみにしてたんですけど、ピンクレディーと同じ事務所だったので、洋服のデザイナーさんも一緒ですし、振り付けの土井先生も一緒ですし、ただ、私の場合は、一人なのでね、ちょっと変わったアイドルっていう感じで、クロスオーバーって言われてたんですよ。おしゃれな曲自体が、花の女子校を数えたって。花の女子校を数えた。その歌っていうのが、ポップスが入ってたり、演歌が入ってたり、いろんなそのリズムが変わったりとか、そういう感じで、で、数えたっていうと大体は、一つ、とせって一つ、二つなんですけど、それが名前で、ひろみってあるっていう、そのひろみとかゆかりとかしのぶとか、そういう名前が出てきて、女の子を数えてるっていう、その数えだったんですね。だから、土井さんの振り付けじゃ大変だったじゃん。そう、最初、なんかこういう、土井先生ですからね、弾く、綱引きのようにしてごらんって言われて、こうなんですよ。そういうふうに、最初の出だしが。こんなんで大丈夫なのかなと思いながら、ね。思いながら。そう。レコーディングの時はどうだったんですか？はい。レコーディングの時。レコーディングの時はですね、いやでも、1回で OK とか、10回ぐらい歌わされたとか、ダメって。今は、何でしょう、時代とともに一発撮りとかってありますけど、当時は結構、一発撮りってまずないですね。だから、何回か歌って、で、いいところといいところ、つなぎ合わせるっていう。だから、全部うまくいけば、それで OK なんですけど、まずそういう人はいないということで。本当に？うん。あら、私なんて兄弟の星は、
2回しかやってなくて、1回がテストで、1回が本番で、それきり。宇根桃宗先生はね、2回しか歌わせないんです。へぇー。だから、昔はほら、音程を直す機会とか全然ないじゃないですか。ああ。だから、はい、はい。なんか、ね、狂っちゃったら狂ったままになっちゃうんでしょうけど、本当に、そうですね。音程直してもね、だから、若いから、私より若いから、ちょっとほら、機会も進んでるじゃない、うん、だから何回か取れて、いいところを繋ぎ合わせるっていう作業ができるようになってる。今は音程を直すこともできるみたいなんですけど、うん、私の時も音程は直せないんですよ、うん、だから今の声の出し方が良かったねとか、うん、そうするとこっちにしましょうとか、うん、3つぐらいの中でこうどれかっていう、だいたいこの1本でいきましょうの中に、この部分だけはじゃあ3番目の入れますかっていう、そういう感じですね、作り方としては。それでデビューして、一番最初のステージっていうのはどうなんですか？はい。最初のステージですよ。ドキドキした？最初のステージはですね、いやー、自分で何してるかわからない。夢中で、やっぱ緊張してるんですよね。自分で緊張してるかどうかもわからない状態だったので、デビューコーナーっていうのがスター誕生の番組の中で、じゃあ次はデビューコーナーです、この方ですって、で、私紹介されて、で、デビュー曲を歌ったんですけど、その、私が歌ったところっていうのが、客席の中に舞台を作って、そこで歌ったんですね。だから、その時の衣装って、っていうのがもう、足も出てますし。あの頃はちょうどミニスカがね、流行ってた頃じゃない、うん、で、私はつなぎのスーツっていうか、はい、太ももが、丸出しの。丸出し。はい、太もも丸出し。見たい。今はやらないですか、最近。太もも丸出し。最近はやらないですね。はい。そうだね。今日ね、ちょっと演出の方で座っていただいてる。アキラちゃん。はい。方はね、ミニスカート履けとか言いますよ。ごめんなさい。失礼いたしました。ちょっと話を戻しましたね。まあね、若い方もね。そうですね。いろいろ、なんか、こう、できるんでしょうけど、なかなかね、こう、長いこと、ライブとか、コンサートとかやっていても、あ、じゃあ今回、でもたまに、今回ちょっと足出してみるか、みたいな、そんな時ありますよ。ああいいですね。やっぱりお客様は、ね、喜ぶじゃない？最初びっくりしますけどね。それでいいんだとか言って。いいですね、それね。で、フグルってその後乗ってくれますけど。はい、その辺ですかね、やっぱり見ないことはね。最近もそんな風に衣装のことも考えながら、デビューの時とは違って、今度7月のいつでしたっけ、25日が予定だったんですけど、まあさすがにね、この状況ですからね、延期っていうことで、10月の17日、日曜日になりました。で、場所は銀座なんですね。銀座タクトというライブハウス。いろんな方がね、いろんな方がやってらっしゃいますけどね。で、せっかくそこで、決めたので、まあ延期するにしても、同じ場所、同じ時間帯がいいだろうな、っていうふうに。はい、で、チケットを買ってくださった方には、はい、してないでそのまま持っててね、って。うん。じゃあそれは生きてるってことですね。はい。そうですか。しっかり持っててね。ぜひ。はい。ください。で、日にちが違っても、そのチケットは有効でございます。はい。ということで、はい、1時間半ぐらいの素晴らしいショーになってるようなんでございます。はい。なんかゲストのね、方もね、お出になるそうなんですよ。はい。一応、ワンマンライブではあるんですけれども、バンドメンバーも張り切ってますし、うん、あと、ダンサーがね、4人出てくれますんでね、盛り上げてくれます。それと、うん、まあ、ね、サプライズゲストということで。サプライズゲスト。あれかな？これは C なんですね。C なんです。言わないの？はい。C です。誰が出るっていうのはちょっと C なんですけど、ね。どんな感じの人とかって言うんでしょう。結構、あ、笑いの人、こういう人がいたんだっていう、その方も出ますし、この人知ってるわっていう。そうですか。今日来てよかったって多分思ってくださると思います、皆さん。ああ、いいですね。
結構笑える方と、うん、あの聞かせる方とっていうその、ね、準備をさせていただいております。わー楽しみですね。じゃあチケット持ってる方は持ってってくださいね。有効です、はい、それで、あとは、うん、あのテレビの方もやるんですよね、はい、そうなんですね。今ね、ミュージックシャワーっていう番組で毎週出させていただいてるんですが、うん、MC と歌、うん、これはあの自分の歌か他の方の歌を何か歌ってます。お、あ、大変ですね。はい、さすがですね。これね、ここだけの話、うん、あのその毎週オンエアになってるんですけど、毎週撮ってるわけじゃなくて、1ヶ月単位で1ヶ月ごとの、あの毎月テーマに、あの撮ってるね。あ、1ヶ月ごとに4本分、ね、あ、なるほど、1月分撮っ、うん、撮ってるんですね。だからその収録に丸々1日朝早くから出かけてって、で夜遅く帰ってくるという、その中で途中で、はあ疲れたっていう場合、ね、もありますけれども、すごい、うん、でもね、毎回歌を歌って、うん、でその懐かしい歌も歌ったりとか、はい、でしょ、そうです、そうです、で声優も、あの昭和の歌も歌ったり、はい、いろんな方の歌もちょっと交えて歌ってますので。そうですか。それどこで見られるんですか。どこでしたっけ。千葉だとか、はい、千葉テレビ、KBS 京都、うん、岐阜放送、うん、栃木テレビ、はい、それと CS 歌謡ポップスチャンネル。なるほど。はい、全部の曜日が違うんですけれど、あのこれ毎週やっておりますのでね、はい、もし見られる方は、なんかスカッパーの方でも見られるので、ちょっと、ね、はい、スカッパー方になっている方は見ていただきたいと思います。ミュージックシャワーという番組。ミュージックシャワーっていうくらいですか。いっぱい音楽が。シャワーのように音楽が、音が流れて降ってくるっていう、そういう、そういうイメージらしいんですよ。らしいです。私がつけたわけじゃないんですけど。じゃあそれはね、ぜひ見なくちゃいけないですね。はい、じゃあ1本目からだんだん最後になると目がくぼんでしまう。そんなことはないかもしれない。頑張って。結構これ見応えありますね。あ、そう。1時間、はい、これは30分番組で、で、レギュラーの方の歌と、あとゲストの方も毎回いらっしゃるので、はい、そのゲストの方とのトークと歌もあります。うん、もうだからもう本当にギュッと詰まった番組になってますね。あ、楽しそうね。うん、ぜひ見たいと思います。はい、もう目が離せない。なんかね、あのまあこうやってね、いろいろ宣伝もさせていただいてるんですけれど、はい、実はちえちゃんはね、お酒飲みなんですよ。お酒が好きなんですよね。そうですね。でなんかね、嫌いじゃありません。この映画を見ました。お酒を飲むとこの映画がもっと広がってくるんですって。いいですね。ね、ちょっとそこには映ってないと思うんですけど、うん、今日はうちで撮影してますでしょ、うん、で、ユミさんには見えると思うんですけど、ワインクーラーがそこに。まあ、ワインクーラーがございまして、ちゃんと温度調節もできるように。はい、温度調節してます。はい。え、ワインが一番好きなんですか、お酒の種類。日本酒？日本酒ですね。ちょっとなんかすっきりされません、ね、ちょっとこう細身におなりしばらく、ちょっと引っ越しやすいですね、これね。引っ越しは大変ですよ、本当に。で、引っ越しで本当痩せるのかなと思うんですけど、ダイエット考えなくても、あれって体重減っちゃったかなっていう感じなんですけどね。だって一人でこれだけね、一戸建てのお家に一人で住んでるんですよ。羨ましいな。で、こんだけね、いろいろね、このリビングもありますから、はい、2階に、はい、ね。2階は3部屋あって、うん、寝室と、あと、衣装部屋ですね。一つは。どうしてもね、衣装が増えちゃうんですね。わかりますよね。で、それと、あとちょっと一部屋開けてるっていうか、誰が来ても泊まれるようにっていう。誰と付き合ってるの？いや、あ、ちょっとこの映画見ました。いや、いますね。これはいますね。ちょっとどんな男の子なの？あ、若い子？どうでしょうね。ご想像にお任せします。そういけないの。例えばどんな人が好きなんですか？俳優さんで言うと、タイプは？タイプですか？うん、今、一人者だもんね。うん、これから結婚もできるっていう楽しみがある方なの。私、あんまり
男性と付き合いたいとかそういう頭はないんですけれど、ただ仲良く楽しく、うん、こう時間過ごせればいいなっていう方が大きいんですね。うんうん、それで例えばもし相手を好きになるとしたら、その私の好みではなくてたまたまその人が好きになったっていうことなので、うん、今までのことを言うと、うん、全員性格違います、見た目も違います。だから何でしょうね、太ってる方もいらんでいれば、ね、小室一郎さんとご結婚されてた時もありましたよね。で年齢も、はい、年下もいれば、すごい年上の方もいたりとか。なるほどね。なんかこれなんか、何の遍歴みたいな。そんな感じになっちゃいますけどね。どっちかっていうと、はい、自分の方から好きになるよりも、こうぐーっとこらえちゃう方なんじゃないの。そうですね。ですね。それはやっぱりね、結婚したらね、結婚した旦那様は心配でしょうがない。ね、やっぱりそう思うよ。でも結婚しない方がいいかもね、うん、そしたらね。ですね。羨ましいわね。私、浮気できないタイプで、うん、なんだろう、こう、この人ってもし決めたら、他に目がいかないんですよ。うん、一途に。その人を大事にするみたいな、うん、ただ商売柄なんかいろんな人を応援してくださる方がいらっしゃるんで、はい、皆さんに、うん、ニコニコって笑顔とか振りまくんですけど、うん、でもそれはなんて言うんでしょうね、いや気持ちから笑顔になってるんですよ、はい、でも今言い訳してます。気持ちから笑顔になってるんですけど、そうよね、本当にこう、この人好きっていうその笑顔とはまたちょっと違うっていうね。まあ、それはね、出、うん、ちゃうでしょ。でね、きっとね、自然にね、それを出てしまいますよね。そうか、今ね、このなんか、笑顔を見ると、素敵な人がいるのかなっていうね、感じがしますけれどね。いいじゃないですか、だってね、結婚、いいんですよ。これから結婚してもいいし、恋暮らしたっていいんですもんね。自由ですもんね。この間、林裕子ちゃんのところで私も出演したんですけどね。はい。前半ね、私のファンの方だったから、女性がいっぱい来たんですよ。ああ。で、後半は裕子ちゃんのファンの方だったから、ザッと男の人ばっかり来ちゃって、私目の前に男の人ばっかり、集まるっていうのは、珍しかったので、ドキドキしてしまいましたけど、男の人ばっかり思わずなんか高揚したりとか。ちょっと高揚してしまったんですけどね。うん、なんか女性だとね、なんか安心していられて、うん、なんか通過で話もできるし、みたいなね、そういうとこもあるでしょ。でもなんか男の人だと、こういうふうに言っちゃいけないかなとか、なんか急になんか緊張しちゃったりみたいな、そういうとこないですか。いや、変わらないですね、そっちなんか声大きそうなんだ。違うか。いや、私の、ファンの方っていうのは、うん、大体半々ぐらいなんですよ。女性と男性と。うんうんうん、なので、まあ、ありがたいことに、私はいつも普通にしていられるっていうか、どちらでも大丈夫。どちらでも大丈夫っていう。うん、女性がいてくれると、すごい嬉しいなと思うんです。うん、やっぱり気持ちが分かってくれたりとか、うんうん、なので、そう、ね、男性だと、うんうん、気持ちがこう伝わらない時があって、そういう時どうするかっていうと、うん、私は怒るタイプです。あら伝わらない時は怒った方がいいのかしら。あ、そういう時ね、怒った方がいいんですか。怒るとどうなるの、相手は。相手はえっていうふうになるんですけど、分かった、それで兄貴って呼ぶんでしょ。なんか兄貴って呼ばれてるらしいですよ。姉さんって呼ばれて、まあ私も最近姉さんが、そうですね、姉さんとか姉さんとかって言われてますけど、まあね、だからなんでこんなこと分かんないのかなって思ってしまう時があって、男の方ってその坊やみたいな時があるから、うん、そういうことなのかな、うん、なんか、うん、そうですね、言わなくても分かるでしょみたいな、うん、そういうとこですか。なんか男でしょってこのぐらいのこと分かんないでどうすんのとか、ちょっとこういうふうに叱られたい場合もあるかもしれない。男の人ってどうなんだろうね。そんなにね、優しくされるのも嬉しいけど、ビシッと言われるとこを言われたりするとドキッとして、ドキッとするみたいな、ね、あるかもね。まさかそれが
ちょっとやってみようかも。あ、違うか。私必ずその怒った時って、うん、今私間違ったこと言ってるって必ず聞くんですよ。で、間違ってないと。その返事、とりあえず聞きたいんですね。それは素晴らしいですね。間違ったこと言ってるって言われてね、間違ったことですよって言われたらね、ちょっとまた私が。どこが違うんだよってなっちゃうね。なっちゃうけど、間違ってないでしょってことだもんね。そうなんです。ね、愚問でもならないですよ。なるほど。いや、楽しい。いや、こうやってね、こう、何かね、いろんな意味で、いい意味でこう精通してくると、そういう、何、捉え方だとか、話し方だとかも、いいな、勉強になりますね、私今日。すごい勉強になってる。嬉しい。そうありがとうございます。結構、ライブとか、コンサートの時に、うん、私喋ることが多いんですけど、うん、昔はこんなに喋っていないんですね。うん、どっちかというと、こう、引っ込み思案ではないんですけど、ちょっとこう、人見知りする部分があって、うん、で、これ話していいのかな、どうなのかなっていうので、話さないことが多かったんです。でも、ある時から、これ話さないと通じないって思うようになって、それから結構自分の気持ちを言うようになったんですね。大事なことかもね。それ言わないと、相手と同じことを考えてるのか、違うことを考えてるのかって分からないなっていうふうに思うようになって。そうか。その辺で意思の疎通をしながら、お客様と楽しくしながら、お時間。ね、作っていくっていう感じなのかな。じゃあ、お話もっともっとお聞きしたいんですけれども、大事な、今、売りたいものは何ですか？売りたいものは私です。ちょっと、おいくらですか？はい、私、ちょっとね、コロナになってから、せっかく新曲出したのに、コロナになってから、なかなか、宣伝とか、こう、いろんなところに、こう、行けなくて、で、なかなかね、今、歌っているのが、この歌なんですけど、夢でキスミーっていう歌なんですね。はい、で、これって、すごく、女性、大人の女性が、女性の気持ち、つい女の子の本音を言ってしまうっていう、そんな感じのみたいなんですね。夢でもキスしたよみたいな、その夢でキスみ。ああ、なるほど。恋する乙女の、気持ちっていうんですかね。それを歌ってるんですけど、ちょっとだけ8小節ぐらい歌って。はい、おいしいこと。サビ。大丈夫、ちょっといいですか？はい、どうぞ。夜の帳が明ける頃、私を呼ぶ声に振り返る。ドレスの裾が風に揺れ、好きな人色に染まってく。やっと巡り会えた人だから。ちょっとロックっぽい感じ。そうなんだね。はい、楽しみですね。で、こちらは Amazon とかどこかで買えるんですか？どこで買えるんですか？はい。Amazon でも買えるんですね。はい。どこでも大丈夫。どこでも大丈夫です。ネットで買えるってことですね。はい。ネットでも買えます。わかりました。じゃあもう一回、はい、谷千恵子が歌います。はい。夢でキスミー。はい。ということで、今日はありがとうございました。ありがとうございます。宣伝もさせていただきました。キスミー、時々怒られるかもしれませんが。いえ。これからもね、もうどんどん楽しく素敵なステージを、はい、そして生き生きとね、キラキラと、使っていただけたら。頑張っていきたいと思います。はい。今日は谷千恵子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、皆さんよろしくね。はい、千恵子ちゃんだよ。